岩君言うんで、ちょっと待ってください。この先ね、神社が一応有名じゃないよ。この神社の手前の踏切が一応心霊スポットなんですけど、まあ、神社にももちろん行きます。準備、いや俺も説明下手だからさ、弱く言うの。寝落ちおやすみなさい。写真撮ります。ビビった。これ生です、生です。いらっしゃい。怖い、これ赤くなると。目の前神社なんですよ、これ。ていうか全然歩ける神社じゃないや、もうそこに境内がある。飛び込むなよ電車多いでしょ。プロジェクションマッピング。
構ね電車多いんですよ。こう有名な宇都宮線ってわかるかな、東北に行く、東京から栃木の方に行く主要路線なんで、あの両数も15両とか12両とか多いですし、10分5分10分で来る時間帯もありますし、夜中じゃないとね、ちょっとこうやってポンポンガンガン来ると思うんで、ちょっとどんどん写真撮らせてください。暗い時に写真撮ろうと思ったら、今電車来ちゃったからさ。神社に行くだけの道ですね、本当に。とりあえず行ってみるか。行ってみるね。ここで自殺が多いとかいうわけではないと思うんだけど、どうなんですかね。でも事故が多いとは書いてあったけど、わ、怖えなこれ。でもちゃんとあれですよ、宇都宮線だからめっちゃここ交通量あるというか、運行本数めっちゃ多いとこです。いや、これ渡った先のこっちに書いてもさ、こっちから車なんか来れないだって。このここに書いてある意味なくないか。山道があったとこに線路引いたんか。から見るとこんな感じですね。そのあのさっき歩いてきた丁字路の一番あそこに神社のあの石が立ってたから、あそこから参道には一応なってるわけですよね。だからここが一応参道の中に踏切が。渡ろうとせえよね。渡れないだってこれ。チャリンコとか原付が限界。いやね、マジで通れない。あのほら、見えるここ。車幅がないのももちろんだけど、車がまず入りきれない、その。じゃあちょっと先に神社にお参り行きますか。うわ、雰囲気あるな、これ。ピカピカ光ってる、何？これか。雰囲気あるね。ちょっと待って、五円玉あるかな、俺。お賽銭があるかな。あとで定点しようか、これ。こっち側から。踏切。みんなびっくり、覚悟で良ければ。絶対だって電車の数多いですよ、この時間。ちょっと待ってね。俺、5円玉あるかな。納賽銭だと。うわ、マジ怖え。怖え、これ。まあね、絵にはなるね。完全に絵にはなる。ちょ、いきなりカンカン言うのマジでビビる、これ。これ赤く光ってるの。これ有名なんですかね、ここら辺の人には。和骨、アクリルマンさんいらっしゃい。そうだね、踏切ずっと閉じてたらこれ逃げらんない。ゆうさん、ここはどこですか。これ埼玉県のね、何しかわかんないですけど、踏切と神社が一緒、和紙神社っていうところです。春日部じゃないね、なんだっけな、白岡とか久喜とかそこら辺だと思いますね。
ちょっとごめんね、ちゃんとした市は分かんないんだけど、これ通ってるのは宇都宮線です。だからバンバンこの時間は電車通ります。ちょっと待って、ないな、あれが五円玉が。再線ないのは怖いな。え、それ両方来たんだけど。ちょっと待って、両方来ちゃったんだけど。これ俺をビビるだろうね、多分。多分これ電車からさ、この鳥が光ってるの見えるはずだからさ、いくら速くても動体視力があれば。これ絶対さ、鳥の横に人が立ってたら怖いよね、普通に考えて。鳥の前に人がってなる。さらこの格好、うつむいて立ってる。ゲーじゃん、もうそれ。埼玉に足神社は複数存在する？あ、そうなの？多分、久喜とかで調べれば。てか、心霊和紙神社でやったら多分一発で検索で出てくると思うよ、ここ。和紙神社の心霊はここしかないと思うよ。ちょっと待って、五円玉どこ行ったの？ちょっと。一回置いていいですか、スマホ。スマホ置いていい？ちょっと一回踏切で。なんか、足のない人映ったらごめんね。違うわ、ここ足しかないんだ。足しかないんだ。ツイッターで書き込まれそう。あったあった、5円、5円。5円あった、よかったよかった。よかったよかった。あったあった。いかにも怖い。じゃあお邪魔します、わしさん。失礼します。普通の神社だね、なんか小さいこじんまりとした神社。管理されてんのこれ。映像見えてます？とりあえず一回お参りするわ。賽銭入れる場所ないじゃんこれ。なんか人の声がした。賽銭入れる場所ない。ちょっとお待ちください。ここに入れればいいかな。よいしょ。入れ、200種。東武線じゃない、宇都宮線、 JR 宇都宮線。これ管理の人住んでんのかな。電波大丈夫。道がある。なんか変な池がある、怖い。なんか池？川？川？
池かと思ったけど川かなこれ。一応これも写真撮っておきますわ。ちょっとお待ちください。写真撮ってきます。踏切の音ってなんか変わるの？カンカンの音。なんか踏切のカンカンの音って変わるんですかこれ？風向きとかで。あの救急車の原理？最初めっちゃでかく聞こえたのに今すごい小さいんだけど。そういうシステムなのかな？踏切自体が。ドップラー効果。しかも超長い貨物。この大きさは変わらないんか。ああ、そっか、変わらないのか。聞こえるだけか。どうしますかこれ。とりあえずこの本殿の前でバケタンしますか。神社は関係ないんだよ多分ね。じゃあ行きます。皆様もご一緒に。バケラッタ。平常、緑は平常ですね、一応。じゃあ、定点をした後に、あの、踏切はバケタンやります。じゃあ、ちょっと定点しましょう。どっちから、向こうからやった方がいいかな、やっぱね。ピョン吉が多いな、ここなんか。踏みそうになる。失礼しました。ちゃんとシデアでも生きてるね。どうしようか、定点。当たった向こうからがいいか。境内、境内っていうか、鳥移った方がいいですもんね。でも電気はつけらんないな。電気なしでいいかな。いやー、電気なしだとちょっと暗いよね、でも。とりあえず一回セッティングしてみますわ。ちょっとスタンドつけますんで少々お待ちください。
どうしますかね、これ参道の中、うわ、ほらちっちゃくなったでしょ、これ途中からちっちゃくなるよ、やっぱカンカンの音が。カンカンも入れて定点したいな、ぼやけちゃうか、止まって2つ来ちゃったどんだけ通るのここ、リアルミンチ、これこの明かりがない方がいいね、多分眩しいから、通るならもうこう真正面から行くか、人来ないよね、朝も配信、朝までですね、朝まで、でも心霊は前半2箇所で終わりです、後半はちょっとドンキ行ったり、給料入るから。そうか、もう一個あんのか、さすがに踏切内を光で照らしちゃうとさ、なんか危険妨害行為になりそうだから、ライトつけないで停電しますね、この後もうちょっと前にして、この位置でも大丈夫、暗くならないと、暗い状況がどうなるかを見たいから、これって今地面見えてます？鳥居までの地面、映像で見えてます？このままここで停電でいいですか？この下見えてる、このここの OK、 じゃあね、俺ちょっと後ろに離れてますんで、もう音量上げないようにするね、電車の音うるさいから、のまま、もし何かあったらコメントしておいてください、すいません、一応ここ下半身だけが出るって言われてます、じゃあ俺行ってくるんでお願いします、
電車が多いんで今のうちにバケラッタします。中央で青白ですね。平常より1個安全なレイガーは特に何もなかったですか？
スタンド閉まっちゃいますかね。じゃあちょっとスタンド閉まりますね。少々お待ちください。すいません、お待たせしました。ひたすら気味が悪い。コメント後でね、家帰ったら読み直しますんで、まあ、特に何もなかったっぽいんでね、まあ、一応、まあ、それなりに有名な場所だったんでね、こう霊道になってるっていうのはこの、ね、一直線全部が霊道って言われてましたが、一応霊道のところにね定点を仕掛けたんですけど、まあ、何もないですかね。おー、びっくりー。ほんと慣れないこれ。踏切と月照らしてたら妨害になっちゃうよね。ちょっと貞子の真似してよ。うつむいて貞子の真似してるわ。貞子の真似してる。ここで俺うつむいて、貨物だったら最悪だな。貨物だったら最悪なんだけど、下向いてうつむいてるから俺ここで今、介護には鳥居があるんだよ。だってで何人か見たはず。絶対何人か見たでしょ。絶対何人か見たでしょ。あの明るさなら。え？え？絶対晒されちゃうから。よかったマスクしといて。マスクしといてよかった。すごいね。宇都宮線ってやっぱすごい通るんですね。人というか電車。ここでもね、あれだね、みんなスピード結構上げてくるね。駅と駅の間ですかね。結構スピード上げてきません？みんな電車意外と本当に飛び降りもあったのかな。最後にじゃあもう一回だけ写真撮って帰りますね。失礼します。ツイッターエゴさ相当早いですよね。あ、ライトユーザーさんだもん。そうね、ここ直線だね。ていうか今カメラがさバグって落ちちゃって起動できなかったんだけど。ちょっとびっくりした。カメラが撮影できなかった。超焦った。変なの映ってないよね。なんかカメラ起動できなくて撮れてるのかよく分かんなかったんだけど。絶対に怖い都市伝説貞子。なんかいっぱい貼ってくれてあるけどありがとうございます。
じゃあね、ここ帰りますね。ここは埼玉県の久喜市かな、多分宮道踏切というものかな、宮道、宮道と和紙神社。最後になったのを離れた場所から、離れた場所が一番雰囲気あるね。白岡か。おっしゃおっしゃ。この後ね、あの朝席行きますんで、車でまた車載移動します。今何時ですか？12時の給料入るまで。給料入ったらちょっとね、一回配信切るかもしれない。お金下ろして、ガソリン入れて、ドンキ行って、まだ10時か。やっと夜が始まったぐらいだね。やっと夕方が終わって日が暮れたぐらいですね、俺の中では。やっと夜が始まるぐらい。こんな時間にあんま配信しないからね。あ、タンポポさんいらっしゃい。カードの暗証番号教えたらわかるの？俺なんかあれだよ。自販機祭りする？5時、6時ぐらいまでに俺は帰れればいいんだけど。でも、ここら辺自販機、鉄拳太郎しかないですよ。あと、オートパール満腹。なんか、美味しいもん食べたい。俺、ずっと節約してきたからさ、美味しいもん食べたいけど、夜中空いてないですよね。一覧ぐらいしかない。なんか、美味しいもんないかな。今日ぐらいは贅沢したいな。ご飯。もう多分俺家でご飯炊くことしばらくなくなる。美味しいもの？高いもの？高いもの？安いものしか食ってないから今。ラーメン系か。山田うどん。なんか食いに行きたいね。唐山？飲んできた？飲んできた？唐山って何？なんないんだけど、こういう時に限って。一回鳴ったら帰ろうと思ってるのに。あれね、多分初見の方とかね、ロムという方知らない方いるかもしれないですけど、俺入院してしまってね、あの働けなかったんですよ、2ヶ月ぐらい。で、まあ有給も限りがあるじゃないですか。で、あの障害保険というのも3、4ヶ月後にならないとね、入っても入ってこないんですよ。で、大した額じゃないんだけど、だ結局給料が減ったまま2ヶ月過ごしたんで、でね、お金が全くないんですよ、承継費とかいろいろ。怖っ。一覧いいかな。うちの店に来れば。明日ってもう今日俺仕事やで、明日。あ、カツヤのか。唐揚げなんてあるんだ。スカイラーク。スカイラーク。肉の万世。クビになってないよ、もちろん。金がないのはまずいでしょ。で、明日ってか、あと2時間後に給料日なの、やっと。1ヶ月丸々働いた給料が入ってくるから、これでやっと落ち着けるんですよ。だからしばらく俺ね、配信できるよ、遠くに。最近あんま遠く行けてなかったし、怪我してる時配信すらもできてなくて、釣りっくま生主かお前はって言われたんですけど、やっと外配信をメインに、これからね、週1回は必ずどっか行くんで。私は愛情もない。タポーさんは金があるからいいよな。俺金がないからな。愛情はいっぱいあるんだけど。給料月1回。え、月1回じゃないんですか？そうね。動画ばっかだと飽きちゃうもんね。まあ、たとえ行ったことある場所でもね、生でやった方がやっぱいいと思うんで。金もない、嘘だよ。とりあえずこれ通り過ぎたらここは帰りますね。ここはあの埼玉県の踏切と神社が一緒の場所にあって、雰囲気がやばいって心霊スポットです。ここの目の前にね、鳥居がある。髪もない。俺髪はある。今日はまだ何も決めてないけど、とりあえずもう一箇所は12時前にある。お給料入ったらなんかちょっと外配信するかもしれないけど、心霊は今日はもう2箇所だけかな。行く場所がないですよね、埼玉。行きたい場所もない。
他の地域行きたい、行くなら。でも明日休みじゃないから、暗くなるともう一気に怖いね、これもうね。そうね、割と制覇しちゃってるんですよ。ここが来てないのは珍しいぐらい。じゃちょっと車戻ります、すいません。りょうさんがいつも行ってるとこ行こうか、高坂。混んでんじゃない、お盆だから。高坂ちょっと距離が逆方向だけど、高坂行くんだったら蓮田のサービスエリアの方が近いかな、こっちから。サービスエリアは別に蓮田裏から確か入れた気がする。でもマダム見たいよね、マダム。何？俺はあとは遠征のみ。いや、そういうわけでもないですよ、そういうわけでもないけど、まあ、一応ね、一回行った場所半年間行かないっていう自分の公約があるから、まあ基本ね、遠くになってしまうよね、行きたい場所っていうのは。ここに一応神社って書いてあるんですよね。神社って書いてあって、あの一直線先が踏切。怖いよねこれ、最初見た時マジびっくりしたよ。